今日みたいな天気の日はなんだか辛いものが食べたくなるよなピリ辛料理のことを考えるだけでイエヘよだれがでてくるぜ辛いからいりょといえばまず思いつくのがクロセスズキの唐辛子煮込みだなきょみたいな天気の日はなんだか辛いものが ピリ辛料理のことを考えるだけでイヘヘヘヨが出てくるぜ辛い料理といえばまず思いつくのが黒瀬スズキの唐辛子煮込みだなよし、今日は万民堂でご飯を食べようぜおーい、やってるかあれ旅人とパイモン よう旅人じゃないか久しぶりだな今日は何が食いたい黒瀬スずきの唐辛子煮込みだはいよそこで待っててくれすぐ作ってやるありがとうお師匠ちょうどあなたたちのことを考えてたところなんだへへあたしたちの心って通じ合ってるのかもねあ なんだシャンリンはオイラたちのことを探してたのかうんちょうど相談したいことがあってねここに来る途中に街中を見たでしょ今リーユエはつきおい祭の準備をしてるんだつきおい祭それもリーユエの伝統的な祭りなのかそうだよつきおい祭は 私たちリ・ウエジンが秋の名月を祝うための大きなお祭りなのおじいちゃんやおばあちゃんたちの話によると数千年前の仙人たちはこの時期に船動を追い求めてたんだって今は昔と違って月追い祭期間中はたくさんのおいしい料理を食べて友人や家族と会い月や花を鑑賞するって感じにあそんな大層なものじゃなくなったんだけどでも みんなが楽しめるしそのほうがいいよねおいらにとっても楽しそうな祭りだなパイモンは美食家だからきっと月きい祭を満喫できると思うよドいおいらの味覚に何か問題があるっていうのかそうだ二人とも今時間空いてるかな私。 今年の料理王決定戦に参加するんだけど2人には私の相談役になってほしいのそれはいい友達からの助言は新しい発想を与えてくれるもんだからな料理王決定戦リーユエにはそんな大会があるのかああそっかまだ知らなかったんだね毎年月酔い祭にはテーマがあってね七星がそれを決めてるの 今年のテーマは食とサンガ七星はテーマにあった催しをつまり料理大会を開こうとしてるってわけ食とサンガ美食と故郷の景色かいいテーマだなうん私もそう思う陽光さんが考えたんだってさすがだよねあの人って普段からいろんなこと考えてるみたいだし 料理を決定戦に参加したいんだけど実を言うと新しい料理が全く思いつかなくて「これだ!」っていうものがあってもそれを毎回味見するのも大変だしあれこれ悩んでたらどれがいいのか分かんなくなってきちゃってねそこで2人には料理のアイディアを集める手伝いをしてほしいの普段の考えに縛られることなくいろんな人から話を聞いて 今回の料理にはさまざまなアイディアを詰め込みたいんだお安い御用だオイラたち友達が多いから楽勝だよなお自信満々だねひひ、<laughs> それほどでもじゃあ注文したものを食べ終わったらリーユへの友達を探してそいつらに話を聞いてみようぜうん期待してるよ クオパーが戻ってきたら、みんなで出発しようお待たせ黒瀬スズキの唐辛子煮込みだうお,おいい匂いはははは遠慮せず食ってけはう<っ>ん <laughs> り辛料理がぴったしだなうちのシャンリンは世話が焼けるだろう外にいるときはどうかめんどうを見てやってくれもうお父さんそんな言い方ないよお前のことは俺が一番よく知ってる外で好き放題せずに旅人のことをよーく見習うんだぞ安心しろオイラたちは友達だもんな 助け合うのは当然だゴーパーが戻ってきたみたいだね外ででんぐり返しして遊んでるみたいじゃあ準備ができたら出発しようぜう面白いアイディアだったらクータオンに聞くのがいいんじゃないかきっと あいつならオイラたちの期待を裏切らないと思うぞクータオのところに行ってみようん誰か私の名前を呼んだなんとバイモンちゃんと旅人じゃないそれにシャンリンも確かにクータオなら適任かも話が見えてこないんだけど私に何か頼みたいことでもあるのかなクータオ あなたの好きな料理を教えてくれる料理突然そんなこと聞かれてもパッと答えられないなぁフータをも言葉に詰まることがあるんだな珍しいどんなにお利口な鳥でも閉店時間があるのは当然でしょ私もそうなの鳥閉店早速何言ってるんだ そうだよそんなに深く考えず好きな料理を言ってみて今いろんな人にそれを聞こうと思ってるのなるほどなるほど新しい料理でも作ろうとしてるのそれならあまり変な料理は作らないでほしいかな水煮魚それからエビ蒸し餃子があれば十分水煮魚にエビ蒸し餃子 なんだか普通すぎじゃない普通だけど普通じゃないよ考えてみて水に魚は熱々ピリ辛でどうの料理この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子は正になるのどうわかるかなどうあ動く料理は得意だよキノコとスライムそういうのじゃない 料理はものでありながら独特な雰囲気があるでしょ水煮魚を見つめると赤色とピリ辛が目と鼻を刺激するつまりどうエビ蒸し餃子は透き通っていて優雅な香りを漂わせてるつまり性ど銅と性を組み合わせることで梅にうぐいすのように絶妙な仕上がりになるんだよ理屈はよくわからないけど。 なんだかそれっぽいえっ、ー、とどうとせいが相まって絶妙な仕上がりに野菜とお肉をバランスよく取り入れしょっぱさと甘さでどちらも補い合うってことかその通りただ食事には甘いものが出ないこともあるからねその部分は私がうまく簡略化しておいてあげたよそういうことだったんだね 最初は冗談に聞こえたけどうんいいヒントになるかもさすがフータオ、ありがとうでたらめな理屈を言うことに関しては講談師も風太オには勝てないだろうなうん<ー>まあ褒め言葉として受け取っておくよほうやっぱり旅人は分かってるね天地万物生じる天 味覚いろいろそれぞれに規則があるのわかる人にはわかるんだよこれが旅人もそういうのならこれはちゃんと参考にしないとねじゃあ風太オへの質問はこれくらいにして次は窪倉に行こう窪倉まああそこの人なら面白い答えが返ってくるかもねヘ <laughs> あ 二人ともどうしたの？おや珍しいね。今日は暇なのか？どう？百術が変な声になっちゃったぞ。こら首を見ろあなんだ。調整が喋ってたんだな。<laughs> 皆さん今日は薬をもらいに来たのですか？いや。 今日はお前らに話が聞きたくてな料理について質問しに来たんだ私今度料理大会に参加するのそこで二人にあ、あや三人の好きな料理を教えてもらいたいんだへえ小娘にしてはよく分かってるじゃない分かった手伝ってあげる好きな料理うん全部同じ 味しないナナの味覚には少し問題がありまして味がわからないのです皆さんどうぞお気になさらず大丈夫そのことは私も知ってるからそれでもナナにだって好みはあるでしょどんな感じの料理が好きなのかな教えてくれるどんな感じ食感うん食感はある 冷たいココナッツミルクが好きココナッツミルクは飲み物だから参考にならないよなあなたたちは好きな料理を教えて私は食べやすい肉料理が好みだ私も長生と同じですねただここに薬をもらいに来る多くは子供や老人でそういった人たちにとって 大きく切り分けられた肉や海鮮は噛みにくく消化に悪かったりします料理を細かく切り分けていればそれもだいぶ良くなるんですけどねそれから風邪をひいた方や喉をはらしてしまった方も多くいらっしゃいますそういう方々ですと脂っこい料理は食べにくいので栄養面も考慮しつつ汁物をよく勧めたりしていますねなるほど。 薬膳料理とかかな薬膳は苦手すみませんここのところどうも薬をもらいに来る人が多かったので少々考えが偏ってしまいましたねもっともそうなったのもここ最近の気候変動が原因なのですがでも参考になる話だったと思うぞ季節のことを考えてさらに 年齢問わず美味しいと感じる料理がいいのかもな薬膳料理は家庭料理よりも栄養を考えて作られてるの普段私は薬に重点を置かないけど今回は大会だからね味と健康をうまく両立すればきっと評価も上がるはず深みがあればもっと良くなるみんな喜んでくれる ととっっても参考になったよありがとううん役に立てて嬉しいさすが先生だね視点が違うもんすごく勉強になったよそんなに褒めないでください人からの助言をちゃんと聞くとはいい料理人だシャンリンは料理の研究が大好きだしまさに料理に人生を捧げてるって感じだよな へ <laughs> 人にはそれぞれ趣味があるでしょあたしの場合はそれが料理だっただけだよいつもは一人で新しい料理を考えてるんだけど今回はいろんな発見があって楽しいな絶対みんなが驚くような料理を作ってみせるよためになる話が聞けてよかったなよーしこの調子でどんどん聞いていこうぜ 変わった考え方をする人、思いやりのある人には聞いたから次は舌がこえてそうな人に聞いてみようあら旅人とパイも、それにシャンリン <laughs> 久しぶりねお、あんたらか、どうしたんだ 何かあったの地面に大きな石があるぞ話すと長くなるのひとまずこの得体の知れない石は私に任せてくれるかしら異論はないわよね国生の仕事は早くて丁寧だからなもちろん異論なんてないさその言い方私の手腕に不服があるように聞こえるんだけどおいおい 国勢は雨風の中いつも外をかけてるだろあんたとはだいぶ違うそれにこの件についてあんたははじめから気にしてなかったそう向きになるなって <laughs> 冗談よあなたが私の冗談を真に受けるから旅人が変な目で見てるじゃない <laughs> そんなことないわいしのことが気になるんでしょ なら大航海士の北斗船長に教えてもらうといいわこの女は <laughs> まあいい見てみろ、大きな石だろそれに表面もツルツルだ多分中にはお宝が眠ってるんだと思うぜこれは漁師が浅瀬で釣り上げたの見た感じ何年も海の中に沈んでいたようで 海流によって表面が磨かれたみたい私物化できないような代物ものは公的機関に届けられるわ私たちのところにあれば彼らも何かと安心できるしね石の中には何があるの割ることができないか刀とか棒でいろいろ試してみたんだけどびくともしないのよこの石見た目以上に頑丈みたい。 刀や棒でもビクともしないしここまでの話を聞いた感じなんだかすごそうだなで意外にも国生がこの巨大な石を気にしていてねだから彼女に任せることにしたのとりあえずこのことはまた後で考えることにするわそれより君たちはここに何か用でも おおそうだった実はここにいる全員に聞きたいことがあるんだまさか何か大変な事件でも起きたのそそういうのじゃないよもうパイモンってば大げさなんだからここへは食べ物の好みを聞きに来ただけなの食べ物いきなり変な質問ね私の好みは簡単だわせ 純斎であれば十分それって簡単なのか4文字でまとめられるのだから簡単じゃないかしら海の上で数週間過ごせばそのわがままな金持ち気質を叩き直せると思うぞ北斗姉さんはあたしか新鮮で熱々な料理なら何でもいいそれが辛ければなおよしだ酒のおつまみは <laughs> もちろん好きだ私はやっぱり海鮮が一番かななるほどなるほど海鮮と熱々料理そして青函純菜そうとも限らないよ旅人エビのポテト包み揚げって知ってるよねあだ大好物だわこの料理はエビをきれいに洗って 細かく切ったじゃがいもで包んだ後鉄鍋を使って油で揚げるの創意工夫が凝らされた料理なんだ精巧な見た目で盛り付けは簡素香りは芳醇で作るには繊細な技術が必要陽光さんが言ってた4文字ともぴったりだと思うなんだか料理に対する理解が深もってきたなああ、うんえっと。 あの有名な言葉ってなんだっけいかに変化しようともその本質は一つってやつだなうんまさにその通りだわエビのポテト包み揚げは美しさと味を兼ね備えた素晴らしい料理ようんうんなるほど国くはエビのポテト包み揚げが好きなんだね。 そこまでは言ってないわ <laughs>。国生の好みを聞けてよかったなよーし3人の意見を聞けたねみんなありがとうちゃんと参考にさせてもらうよところで旅人とパイモンこのあと空いてるかしら私と一緒にこの石のことを調べてほしいのおお人にはそれぞれ得意分野があるしな その点オイラたちは調べ物が大得意だから任せろ私たち七星にはこれについて漁師に説明する義務があるそれに私も個人的に確認したいことがあってねだから君たちみたいな頼りになる助っ人に手伝ってもらえるとありがたいの月追い祭の由来はもう知ってるわよねこの伝統ある祭りについて私は別の考えを持ってるわ 私の祖父はねリーウェの伝統文化を研究する学者だったの祖父の手記を読むと古代のリーユエにはかまどミなる者がいて人々は決まった時期になるとこの神を祀っていたと書いてあったかまど神に関して記された本はもともと少なく内容も非常に錯綜しているわかまど神は元王帝君だと主張する学派もあれば 別のものだという学派もある。さらに、かなり昔の人々が、かまどガを祀った祠を見つけたんだけど、そこには心臓がなくて、表面が滑らかで巨大な石が置いてあったっていう奇妙な逸話もあるの。その巨石は、後の輸送中に紛失し、今も所在が不明でね。そして、偶然にもこの石が同じ特徴を持ってる。もしかしたら、 これは当時亡くなった石なのかもしれないわ祖父は古文書を長年研究しかま神を祀った行事がかま神祭と呼ばれていたのでないかと仮説を唱えたわそしてその祭りは月酔祭の元となっているものかもしれないのそれを証明するためにはかま神の正体を知る必要がある元王帝君が亡くなった今リーウェは 人間が治める時代へと移り変わわったわ元王帝君がそうであったように子孫である私たちも文化ある伝統を大切にしなければならないだからこれは私がやるべきだと思ったの正しい歴史を知り伝統を広め祖父の仮説を立証することもできるまさに一石三鳥ねこの石が私たちのもとに届いてもう二三日になるわ これが釣り上げられる前に私たちは今年の月酔い祭のテーマを食に決めていてねもしかしたらこれは典型なのかもしれないなんかすごいなさすが国瀬大丈夫だよ大事なようなんでしょ私のことは気にしないで私はただ ーいいこと思いついたちょちょっといきなり大声出してどうしたのよコクセあたしも連れてってよえけどかまど神の調査なら料理に関する手がかりが見つかるかもしれないでしょもしそれが料理大会に使えるものだったらアイディアとしてはこれ以上のものはないもんお願い一緒に連れてってきっと役に立つから そこまで言うのならいいわよ本当にありがとう国政って優しいね <laughs> じゃじゃあ早速出発するわよ警索層には古書が数多くあると聞いたわまずはそこに行って話を聞いてみましょうよしそれじゃあ警索層へレッツゴー 弱心ばあちゃん聞きたいことがあるんだ警察さに古書はあるかすっごい古いやつ古書かいたしかあそこに飛雲商会の古い倉庫があるんじゃがあの中には家に入りきらなくなった本がたくさんあるそうじゃよ飛雲商会の坊ちゃんも時々ここに来て 本を読んでおる「飛雲紹介の坊ちゃん」ってゆくあきのことかしらあいつの家の倉庫か行ってみようぜ誰か助けてくれんあっちから声が助けに行きましょう <laughs> っああ書庫の掃除をする日に限ってまさか泥棒に会うなんて大丈夫助かりました僕は大丈夫ですおやその服装からすると君は旅人ですかそれにそちらは 国生さんお会いできて光栄ですそうかしこまらないでここはヒヨン商会の古書を保管してる倉庫だと聞いたんだけどかまど神に関連する古書があるかどうか知っているかしらかまど神あれかまど神は岩王帝君だと聞きましたがえそうなのか研究者の友達から聞いた話です 料理に必要な炉の火はかまどによって燃え上がりそしてかまどは岩石の積み重ねによって作られたものこれを岩王帝君の恩恵だと信じる人がいますそういった方々は岩王帝君がかまど神だと思い込んでいるようです確かに一理あるわそれに関する書籍は何かあるのかしらそれは私に聞かれましても ぼっちゃまに聞いてみます僕に何か聞きたいことがあるのかいチョーそれにゆくあきやあ、こんにちは二人とも、どうしてここに暇だったからねここで本を読もうかと思ってチョーンと一緒に来たんだ 僕はただついてきただけだまさか幽翁国政もいるとは何か重要な用事でもあるみたいだね行空坊ちゃま聞きたいことがあるんだけどこの書庫にかまど神に関する書籍はあるかしらこの書庫の整理をしたのは僕だからね所蔵されてる本はある程度把握しているよ僕の記憶が正しければこの書庫にある「リーウ神話周囲」という本の中に カマドガミのことが書かれていたそれ、借りることは可能かしらああ、もちろんよければ僕が案内しようアショ、ここは僕に任せて君は自分の仕事に戻ってくれ見つけたえどうだ探してた内容は見つかりそうかうん、ゆくあきぼっちゃまの記憶力は大したものね リーウェ神話周囲にはかまど神に関する記載があったわただ本には竜のような体育であり太陽を覆うほどの長い尾を持つ爪は火を操り人間に知恵を授けたこの恩寵を受けし凡人は火によって食材を調理し暮らしを良くした龍のような体育元王帝君の伝説と一致するね ええでもかまど神に関する内容はこれのみもっと知りたければさらに調査が必要みたい書庫からは他に手がかりが見つからなさそうだわ他を当たりましょう僕の家は宝術の家系だかなりの数の古書を所蔵しているのだがかまど神と聞いて少し思い当たる節がある。 かつて霧宗に現れたという伝説があるそうだ真偽は不明だが本は人が書いたもの人の考えがそのまま本に記録される考え方は人それぞれだだから本にある記述もそれぞれ異なる残念だけどこれ以上は力になれそうにないううん十分よリーウェは広く神秘に満ちている かつて存在していたものであれば必ず痕跡を残すわ根気よく調査していけば何かを得られると思う二人ともありがとう私たちは他のところを探してみるわちょっと待って私も聞きたいことがあるのゆくあきちょううあなたたちの好きな料理を教えてくれないかな料理ま、まさか あの料理を決定戦に参加するのかそうだよそんなに驚くことじゃないと思うけどシャンリーあの大会はとても重要なものだ頼むから変な料理で参加しないでくれよ変な料理って何よ <laughs> キノコとスライム炒めのことじゃないかな <laughs> 確かにことスライム炒めの評判は悪かったけどだから頑張っていろいろ調査してもっと理解を得られる魅力的な新しい料理を作りたいのそうだったのかそれなら僕はれいがいいそれってチョウウンは熱くて辛いものが食べられないからだろう。<laughs> 確かにそうだね僕は薄味が好きだから。 さっぱりとした料理がいい旬の野菜を使った汁物魚介の虫に煮,煮物このあたりが好きだなオイラのイメージとぴったりだふむふむゆくわきは薄味派ね覚えておくよそれぞれの好みを言っただけだけど本当にこんなので参考になるのかもちろんだよみんなあたしのお客さんでしょ お客さんに笑顔を届けるのが料理人の使命なんだからシャンリンは新しい料理を作るときによく突拍子もないことをするけどその写真は変わってないんだねおいしい料理を作れる料理人はきっとシャンリンのように純粋で心豊かでお客さん思いの人なんだろうないきなり褒めるなんてなんだか照れちゃうよああ 時間を取らせちゃってごめんね聞きたいことはこれで全部だよ調査の続きをしよっかコクセイ次はどこに行くんだそうねかつてかまど神は霧州に現れたと言っていたけど今の霧州は誰も訪れない荒野なのよね近くに防女旅館があるからそこで話を聞いてみましょうそれじゃあうまくいくことを祈ってるよ。 頑張ってくれもし何か困ったことがあれば手伝うからなよしポ女旅館へ出発ん旅人そしてお前たちはオイラたちの友達だシャンリングオーパーそれにコクセイコクセイ リーウェ七星のあのこんにちはいやいや俺のような一般人がユヘンみたいなお偉いさんと会うことなんてないから健康的な体に筋肉質な手首そして誠実そうな目腕のいい料理人っぽいわざわざ防除旅館に来るとは何か用事でもええ実は。 なるほど一説によるとかまど神は霧衆に姿を現したことがあるの防除旅館はここ一帯で最も歴史ある建物だからそれに関する古書があれば保管してある可能性も高いでしょそれでこの旅館に書庫があるか教えてほしいのそれとその中にかまど神に関するものがあるかどうかもああそういえばうちには古書が数多くあるな 俺もその中からレシピを掘り出したことがあるんだただそのコシがどこにあるのか思い出さないとちょっと探してみるからここで待っててくれそうだ旅人お前に相談したいことがあるんだあまさかモラを取るつもりなのか俺らの中だモラはいらんただもし時間があったら満足サラダを作ってほしいんだ どうして満足サラダを魚館の上の階にいる人、知ってるよな背は高くないが、顔のいいあの人のこと…声が大きい聞こえたらどうするんだお、おすまないとりあえず、誰のことかお前らがわかったならいいオーナーにあいつの面倒を見ろって頼まれたんだ だが彼は毎日のように外へ行ったり野宿したりしていてそれが難しくてな杏仁豆腐以外あまり口にしないしオーナーから聞いたんだがお前の作った満足サラダをかなり気に入っていたようだどうやって作るのか教えてくれないかお礼も作れるようになりたいショーのために作るのかお前いいやつだなまああいつはずっとここにいるんだし悪くはしないさ さっそく探してくる待っててくれああ早めに頼むぞありがとう旅人うーんこちらへどうぞええありがとう国生が本を読んでる間オイラたちは満足サラダを作ろうその間 はどうする私もその料理をすっごく習いたいけどみんなここを離れちゃうなら私は国生に付き合うよじゃあオイラたちは行くかそのまま作ってくれ俺はここで見てる一回見れば大体は覚えられるはずだよーしバッチリ覚えたぞ感謝する手順はもう大丈夫だよな もちろんだ。これでもこのあたりで一番の料理人だぞ。じゃあ国星と山林のところに戻ろう。国星、山林、戻ったぞ。料理は終わったの？ちょうどこっちも終わったところよ。どうだ。その本に有用な情報はあったか？いい手がかりを手に入れたわ。しかもか窯土紙に関して。 意外な記載を見つけることができたの本には北西200里先に霧衆が位置するそこには多くの集落があり人々は狩猟や農耕織物などをして暮らしていたかまど神が降臨した時かの者は一から幾千万もの体に分かれ無数の童子の姿となった星が大地へ降るようにその者たちは 人々の住まうちに散ると火を起こし食の手助けをした民はこうして火を手に入れ温かいものを作り米や汁を食し獣の肉を焼くようになったこれはリーウェ神話周囲の内容と全く一致せず矛盾する点が多いわ1から幾千万もの体に分かれってどういう意味だ かまど神は何人もいるのか文字通りだとそういうことになるわね人々の住まうちに散ると火を起こし食の手助けをしたかまど神は料理を手伝ってくれるってこと民を大切にする神のようだ今2つの手がかりが矛盾してるけどうーんどっちを信じるべきなんだ 調査を進めてから結論を出すことにしましょう貴重な本を読ませてくれてありがとう元祥いやいやとんでもない逆に旅人にいろいろと助けてもらったしいつもお前らには世話になってるな今日はちょうど手が空いてるからみんなにおいしいものをご馳走したいどうだ用事は食事が済んでからでもいいだろうはあこの人料理の腕に相当な自信があるみたいだね 彼みたいな料理人はきっとおいしい料理を作ってくれるんだろうな。ねえ旅人、この人の料理を食べてみたいんだけど、いいよね。断りにくいわね。問題ないわよ。元しょう、どんな料理か期待しているわ。<laughs> じゃあ少し待っててくれ。 みんな、こっちこっち。ここに慣れてるのね。私とゴーパーはこの先がいい。ロロロ。ロロ。待たせたな。料理が全部完成したぞ。はっ匂いを変えただけでわかる。この人、私のいいライバルになりそう。おお。いい香り。 食事を売りにしてない宿にこれほどの料理人がいるなんて思わなかった泊まるにしても休憩するにしても美味しい料理を拒む人はいないここは名目上は旅館だが実際には家にいるような感覚で過ごしてもらうため全てを兼ね備えているんだそれじゃごゆっくり俺は厨房に戻るよ現象は今年の料理王決定戦に参加しないのあもしかして。 お前もうん参加するよそれに決勝まで残るつもりあなたの料理とっても美味しいから決勝戦で会えるのを楽しみにしてるよ <laughs> 面白いよし決勝戦でまた会おうまさか今のって宣戦布告それよりも好敵手に出会えたという感じがするわねうん 彼は本当に腕のいい料理人だと思うよ。作ってくれたものも美味しいし、料理から堅実さが伝わってくる対戦相手として申し分ないね。それに清泉町のブロックさんとの勝負以来、まだ誰とも料理対決をしてないからうずうずしてたんだ。そんな大げさだよ。われ、クオパー何やってるの あそその子が食べてるのって国星の好物を盗み食いしないのそんな私のエビのポテト包み上げあ<は>しかも一つも残さず食べちゃったもう外にいるときはいい子にしてって言ったでしょごめんね国星後で弁償する 大丈夫だってもう一人前頼めばいいだろ今日は現象のおごりだしそれは違うのその時食べたいものが食べられなかったら別のものを用意してもその残念な気持ちを補うことはできないでしょおいしい料理は感情食材雰囲気が一つになってこそでしょどれか一つが欠けたらダメなの確かにそう言われてみれば かなり的をいた考えかも国政今すぐ弁償してあげるから何が食べたい食べたい食材とかある好きなものを教えてくれたら手に入れてくるよえっと過度な期待をしたら悪いし彼女を困らせるのも私の本意ではないわここはこの子の気持ちを汲んであげてそれなら作ってもらいたい料理があるの 祖父の式に書かれてた古いレシピなんだけど問題ないよ私に見せて DU エコーに戻ったら渡すわ <music> 旅人もうお腹いっぱいになったかしらそれなら DU エコーに戻りましょう式を取ってくるから 私は家に帰って手記を取ってくるから後で万民堂で落ち合いましょうああなら私も準備してくるね旅人はこの辺を見て回ってるそれとも店の中に入って休憩するちょうど彼に伝えたいことがあるのシャンリンは先に用事を済ませててくれるはーい旅人こっちへその シャンリンとの付き合い方を教えてくれないかしら国生そんなことで悩んでたのかお,おかしいかしらなんでそんな目で私を見るの国生は有能で自信があって何でもできる感じがするからそんなことないわシャンリンはいつも温かく迎えてくれるし 特に今回はうんその友達というかとにかくあんなに親身になってくれるお人よしの女の子との接し方がわからないの旅人教えてくれないそそう礼 <coughs> を言うわそれじゃあまた後で会いましょう 国照れてたないつもの国政からは想像できない悩み事だったぞおーい少し座って待っててくれる私は荷物を準備するから食材が足りてるかも確認しないとおもう聞くのかどうしたの お前が聞くんじゃなかったのかよオイラに丸投げするなんてじえっとまあつまりさっき防う旅館でシャンリンとコクセイが仲良くしてるのを見たんだけどコクセイのことどう思ってるんだそうだなコクセイはいい人だし付き合いやすい性格でしょ 誰だってこういう人とは仲良しになりたいと思うけどお前すごいなオイラが初めて国生に会った時なんか気難しそうなやつだと思ったぞそうなのあたしは最初からいい人だと思ってたよさっきも王女旅館で国生がこっそりクオッパーにおいしいものを食べさせてあげてたのを見たしね 気づかなかったいい人なの分かってるぞただ、第一印象でそれに気づけたのか第一印象…うーん…貝は食べたことある貝って飽きにくいけど、焼くととても美味しいでしょ貝ならたくさん見てきたけど…焼いたのは…食べたことないな じゃあ今度私が焼いてあげるねつまり国生もそれと同じだよ第一印象はとっつきにくい感じがあるかもしれないけど接していくうちに優しい一面が見えてくるのそれにゴーパーに料理を盗み食いされたにもかかわらずゴーパーの面倒を見てくれるなんてすごく感謝してるんだなるほどなあオイラ分かったんだけど シャンリンって直感で動くタイプだしだから最初からコクセイと距離が近かったんじゃないかニンジンとカニが残ってるそれとハムとキノコもコクセイはどんなレシピを持ってくるんだろうあれなんか急に外が騒がしくなったぞ何かあったのかなあっおっきな鳥あっ あの白いのってブレーな白いのとは何だわらわにはちゃんと名がある竜雲爵風神君だ竜雲爵風仙人みたいな名前だねなかなかに鋭いな小娘よよくぞ見抜いた先ほどのブレーは目をつぶろう 旅の者久しぶりだなんだ月酔い祭のためにリーウェを駆け回っているのかハハッ名高い旅の者がこの月酔い祭に参加するとは今年の祭りはなかなかに侮れない食とサンガのことそうだ月よい祭の期間は 旬の食材が食べ頃となり美食を味わうのに絶好の機会だ君たちが祭りを多彩に飾りつける姿を見てわらわもじっとしていられなくなってな美食と料理を作ることに関してわらわの腕と発想は誰にも負けぬ千人たるわらわの神髄を込めた新たなからくり調理人技を 世に見せつけてやろうからくり調理神技って何からくり調理神技って何だまあそう焦ることはないわらわはただ挨拶に来ただけだ時が来ればおのずとこれが何なのかわかるそれと旅人 君は食に関してなかなかの見識を持っているようだその時が訪れたらわらわが意向を放つための力となってほしいえっと協力してほしいってことか <laughs> 理解したならそれでいい司祭を言うまでもないだろう要件は伝えた 属世の地に長くとどまることはできないわらわからの将兵を待つがいいではまた会おうなんていうか風のような女性あ,あいや仙人じゃなくて船長だったなさっきの鳥すごい方みたいだね料理もできるなんてそうだぞ あいつは美食家なんだここに集まって何してるの仙人ならもう行ったみたいよ国政戻ってたのか待たせちゃったわねシャンリンこれが祖父の残した手記にあったレシピよ原本は家の外に持ち出せなかったから書き写したのを持ってきたわけどもともとこれは祖父が古書の中から見つけたものなのその古書自体かなり古いものだから ところどころ内容が欠けててねレシピも完全じゃないみたいそれでわかればいいのだけどおお早速確認してみるようん、どれどれなるほど後で試してみるよ頼んだわあれ皆さんここでどうされたのですかこの声は お話中失礼します私もちょうどこの辺りで買い物をしていたところ騒ぎを聞きつけまして見に来たのです竜愚爵風神君のことかしらさっき私もあの方を見たわ街中に突然現れるなんてなんというか人騒がせな仙人ね国生さんも彼女を見たのですかはっ 少しお時間をいただけますかお聞きしたいことがありますどうしたのカウ何か急な仕事でもいいえ仕事とは関係のないことです私がお伺いしたいのは個人的な質問でよろしいでしょうか個人的な問題かしらでもそんなはずは。 最近は仕事で特に問題もなかったしいいですか私本当に聞きますよえっえどうしたのり雲う風神君はかなり長い間ここにいたようですが彼女から何か私の幼少時代に関わる話を聞きましたか幼少時代について 話してなかったわよ本当ですかはあ、よかったです彼女はいつも関係のない話をしてしまうのです私に関するつまらない過去を喋っていないか心配で安心して何も言ってなかったからそんなこと言ったらむしろ国政もカ羽ウの幼少時代が気になってくるんじゃないか は話さないでください大丈夫よ興味もなければ聞くつもりもないわ関羽には知られたくない秘密があるってことでしょ他人がそれに口出しすべきではないわこれは礼儀に関わることよ当然でしょ土星論でオイラが口を挟む隙もない国生さんあなた わかりましたありがとうございますあなたはやっぱり優しくて思いやりのある私の思っていた通りの方ですいいきなりそんなこと言わないでよまあいいわ相変わらず忙しいんでしょ早く帰りなさい <laughs> そうですね皆さん 私にはまだ仕事が残っているのでこれで失礼します国生さんをどうぞよろしくお願いいたしますちょちょっともちろんオイラたちに任せとけありがとうございますではまた今度う <laughs> そのことは忘れてちょうだいみんなちょっと思いついたことがあるのさっきのしんくんを見て思ったんだもしかしたらかまど神も仙人の可能性があるんじゃないかなお確かにありえるな断言はできないけどその可能性は高いと思うそれなら仙人に聞いてみようよ師匠なら力になってくれるかも師匠 つまりシャンリンの師匠は仙人なのうん玉境内にいると思うよその人のところに連れてってあげるよ。